感じです。今回はね、おりくってもんです。おりく、りくって何っていうと、これは文章とか歌とかの中に、その詩で書いてること、文章で書いてあることとは別の意味を持つ言葉を混ぜ込む、織り込む、そういう一つの言葉遊びですね。で、多くの場合は、その句の頭を使ったものが多い、ここにありますね、実際の織り句ってありますね、カラコロも季節なりにし、つましあれば、はるばる来ぬる旅をしぞ思うと。まあ、思うはこれはいいや、この頭がありますよね。このカラコロも季節なりにし、つましあれば、はるばる来ぬる旅をしぞ思う。この頭だけをつなげてみていくと、かきつばたになると。かきつばたか、まあいいや、かきつばただね、はい、ってなるわけだ、という感じ。これですね、つまり、カラカラもなんちゃらかんちゃらって言ってる人は別に、かきつばたっていう言葉を織り込んでますよっていうね、詩とか文章、歌とは別の意味の意味の言葉を織り込む、これが織り句と、そうだね、もうここにもいっぱいありますね、はい、やりだしたら気がないんですけど、パワプロなんかにもあったんだよね。僕そんなにパワプロやらないんだけど、女の子から来た手紙でね、なんかそれ楽しくやってるよっていうような、いいのかな、そんな感じの手紙が来るんだけども、折り句で文の頭の方を読んでいくと、なんか助けてみたいなことを言ってるっていう、そんなのがあったりとかですね、例を、マイクにいとまわないですね、はい、めちゃくちゃそういう表現をしてる言葉多いです。あと別にこういう文章の頭だけつなげなくても、文章の頭から斜めにこう見ていくとかもあります。右下にこうね、 見ていくとつながっていくっていうのがあったりはしますので、いろいろ作ってみてくださいってもあるよね。なんか渦巻き状にこうつないでいくと、またなんかこう別の言葉があるとかいうのもあったりはした。やれとは言わないけど、うん、そういうのもあるかもしれないですね。それはそういう表現もあるということでございます。そんなもんかな、はい。じゃあまた他の動画で他の説明をしますね。